なんで俺なんで俺呼ばれた？どうも皆さん、はじめまして。誰お前ってなってるかもしれないんですけど、俺もなんでか分かってないんだけど、スマブラ配信者じゃないんですよね、僕。スマブラ配信者じゃないんですけど、突然、ルイキモさんからフォロー来て、DM 来て、やろうかって言われて、しかもなんか、まあ、とりあえず始めていいのかな、もう。行くよ、もう。呼ばれて、しかもなんか、俺一人で喋れみたいな。そんなことある？今まで喋ったことない相手に突然 DM 飛ばしていきなりお前一人でやってくれるみたいな。そんな配信者いるんだっていう感じで、どうも皆さん、普段はゲーム配信をやってるんですけど、その中でスマブラをやってたらショートがちょっとちょいバズりしまして、まあでもこれ全部カンセル。なるほどね。オッケー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 。まあ、これは計算通り。ルイキモさんの、見てましたから。もうね、言いたいこと3、もうね、短い付き合いですけど、言いたいことめちゃくちゃあるからね、お前覚悟しろよ、マジで。覚悟しろよ。この短い期間だけでも、何が？何これ？ちなみに俺、VIP 行ってないんだよね。はい、残念。ウォーミングアップはここまでだよね。何やねん、来なよって。今見たわ。あ、行くよ。もうすぐ行くよ。すぐ行きます。でね、言いたいことまず一つ。今ね、めっちゃこれ髪ボサボサなんだけど、一緒にね、コラボしましょう。あ、いいですよ。時間、どれぐらいがいいですかって言ったら、時間いい時に連絡しますねって来たの。でさ、俺からしたらさ、まあ、何時ぐらい、まあ、今日のコラボの配信の何時ぐらいからやりましょうみたいな、来るかなって思ってたのよね。そしたらさ、突然電話かかってきて、今からやろうって。風呂も入れなかったよ。はぁ、あともう一つある。まだまだ君には言いたいことがあるんだよ。はじめましてではもう関係ねえよ。足りてないよ、ルイキモ、足りてない、それ。待って、ミスったちょっと緊張出てるね。さすがに初対面緊張、初対面で一人で喋らされるさ、身にもなってくれよ、マジで。意味わかんなくね？はじめまして、なんで喋らされてんの、こんな。あいーさようなら油断したか、ルイキモ。おい。寝てんのか？ 2 ビップ舐めんなよ。あ、ちなみに、今僕、ファルコンビップ行ってないっす。あっぶな、あっぶな、何や、マジで。ここよし、行くからな。でも2ビップっつっても、ちゃんとファルコンでもビップ行きましたから。あと、俺、スマブラスペシャルが出て、すぐね、スマブラやってたんだけど、一番最初に VIP 行ったキャラ、ルイージですから。ルイージがやれること、全部把握してます。はい。もうこの距離感大事。お前は近づかないと何もできない。掃除機しか取り柄のない、ただのヒゲ親父。お前は一生マリオには勝てない。はい、残念、ボッカーン！おい、膝ポーン！これがファルコ！見たか、これ。舐めやがって。ヒビップ勢に負けたら恥ずかしいちゃうの。なるほど、面白い。あ、やばい、ちょっと待って、しまった、近くでガードしていけんかった、こいつ相手に。はい、残念、甘いんだよね、俺がね。マジでうざいな、これ。本当にクソムカつく。マジでムカつく。ちょっと待って、本当はもうちょっと距離感取って戦え。なんだよ、おい、どこ見てんじゃん。足りてないよ。ルイキモ、あ、うざすぎる、そっちさ。落ちますみたいな振りやめてもらえる？はぁ？足りてねえよ！ああ、俺、受け身取れねえんだって。ふざけんな、マジで。楽しい？ミビップ勢いじめて。楽しい？まだやる？あ、まだやる。まだやる気満々みたい。いいよ。いいよって聞いといたんですよ。そしたら、近づいちゃいけないって言われたのね。でもさ、ファルコンで近づかないって、不可能じゃない？危な。はい。からの、俺の大好きジャックレンダーからの、バーン！
はい、いいよ、掴んで、なんで外向いてんねー、そこでキャッチされんの。はい、残念でした。今そっち合ってたら上ビーしたんだろうね。はい、からのポンポン、俺の弱点からの絶対バレバレ、リーキもそれバレバレ、俺のラグを、俺のラグを使え、俺のラグを使ってくれや。あー、くそ、今のさスマッシュ当たんねえのか、やばい来るぞ、やばいよー、もうそのさドラつくんでさ、メテオさできるのさ、絶対爪痕残す、絶対爪痕残す。はい、残念からの、はい、ポンポン、ポンもできないんですよね。なめてんじゃねえ、これが初心者の戦い、おい、通常じゃ考えられないプレーをすることによって相手を混乱させる。うわ、今のは俺も困惑したわ、自分のプレーに。はい、残念、ジャクレン、オッケー、ここ、あー、ちょっと違うな、ボン、やばい、おい、来ると思ってなかったか、さあダッシュ攻撃、あえて即死攻しないのか、まさか、おいおい、ほー、今の俺なの。こんな社会不適合者に負けたくない、いいか、コラボするときはな、時間を決めるんだよ、突然今からやりましょう、そんなことしないんだよこの社会不適合者。そうやってね、舐めたプレイばっかしてるからそういうミスが起きるんですわ。あた、ボガン、うお、まあ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 、お前これで喜ぶと思うなよ、俺が、こんなんで喜ぶと思うなよ、なめんなよ俺を、おい、やんぞ、ちょっと見せた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 、ちゃちゃ、今さ、これスマブラさん、レディーって文字邪魔なんだけど、開幕だ、これマジ異議申した、あー面白い、乗った、その挑発、挑発だけはしないと思ってたけどね、ついに挑発しだしたね。いいよ、つかみしか脳がねえんだろうがよ、そのつかみに捕まっちゃうのが僕でーす、もうやだ、危ない危ない危ない、オッケー、なんか耐えて、で早めにほらね、やっぱ来ると思ってんだよ、読めてんだよさっきからよ、お前の行動は全て筒抜けだ、ほら一回こっちかも、で、ファルコンキック、つかめない、でい、危なっ、それ負けんの、なめんだよ、そこでジャスカ、おい、なめてんじゃねえぞマジで、絶対許さねえこいつだけは、お前スマブラ以外で勝負しろ、お前スマブラマジでムカつく、マジでムカつく、ほんとにもうスマブラ以外で勝負しようぜ、なあ今からポケモンやんねえか、ポケモンで勝負しよう、エイペックスでもいいぞ、なんで？もうだ、これだから浮き身勢は。チートやろ絶対。マスター、何してんの俺？もう集中力が溶けてきた。もう本当に勘弁して。もう変な汗かいてきた。負けてつれえし、一人で一生喋らされるし、熱いし。変な汗ダバダバ出てきたよマジで。一回さ、ワンストック対サンストックで戦わない？いやもう分かってんねルイキも、いいよもうそれでも、もう勝ちゃいいわ、もうほら行け。よーしよーし、これでガチ勝負だ、行くぞ、おい途中じゃないですか、ガチでおもんない、スマブラやめよ、それ捕まれたら終わりやん、しかも捕まなくても強いのずるくない？
いじめたいか。お前スマブラの人口減るよ。今日初めましてだったけどね、もうね友達ですらない。敵です。君はどうしたらいいのこれ。ちょっと今視聴者さん教えてくれない。これどうしたらいい。こっから俺どうしたらいいの。今教えて、すぐコメントして。なんでそっから上をコピーが出んの。負けねえよ、勝負しようぜ。おその頭で突っ込むことしか脳がねえお前とな、蹴りしかできねえ俺、どっちが強いか勝負しよう。ここあっぶね、バカだ。何でそれできんの。そのやめろ、ふざけんな。もうなんかこれで終わってもいい。ボンボン、まだやる気だ。どれだけやる気やねん。もう無理だって、もう勝てないって、もう分かったって。どうすんのこれでさ、 VIP 以外のさね、最近スマブラ始めましたみたいな子たちがさ、ああスマブラ始めたらこうやってねルイージにいじめられるんだって、実況したやつでこんなことするんだって、スマブラ民度悪いなって、お前のせいでな。分かったって、ごめんって、ごめんごめん言い過ぎだ、ごめん。そんなことないよね。やめれんの？え、それ知らんかった。そのロケットってやめれんの？そのウェービーをやめろ。やっほー、本当にもう無理、もうやめよう、もう終わろうよ。